どうしたらいい？いや、まあ、一旦練習したい武器をちょっとやっぱり持ってきて。練習したい武器。これ20発ずつにしたの、このゲームは。意味わかんないよな、60発ずつとかせ。いや。パパパパ。じゃあ録画できる？録画？うん。いいよ。いい。インスタントリプレイでよければ。やっと入れてもらっていいか。どんな風に見えるのか。うんうん。GG だね。カズちゃんがここにいるとして、うん、やば、後ろに下がれる場所がない。ワンパターンではある。いや、ワンパターンではあるわな。それはこの向きをあとは変えれるぐらいの左右パターンぐらいしか今できない。あとはもうこれはぐらい。うん、あ、いや、てか当てやすいかどうかがポイントだから、ひとくちゃんに打ってもらうしかないよね。おう。
めるか。はい。とりあえず、まずフレンドリファイアなしでやってみるわ。2個パー作っちゃう。これが出れんねえし。パッケージを出しちゃったし。ない気がします。当たってんのか当たってないのか分かんない。実践をやってみるか。とりあえずこれ結構頑張って混ぜるわ。おうおうおお。なにこれ。ああ、ホラスプレイ。なるほどな。敵が動くとめちゃくちゃ難しくなったな、急に。やっぱ違う。全然違う。びっくりぐらい違ってビビったもん。やべ、うるせえな、この。ホロスプレーとか。うるせえよな。どっかのやつが出したやつが。今岩挟んでやろうか、この。うん。プロはここでやってたわ、お互い。この岩挟んで。ここでここでやるらしい。少数の場所みたいに決まってんな。ね。じゃあまあ行ってみますか。はい。行きますね。はい。いますね。あ、HP が失敗しない。チグラルタラで当たってやつ。これが手ずれ。部屋の中とかじゃないとダメだ。そうだね、なんか入り口とかから入っていってとかなら良さそうではあるけど、普通に M して勝負した方がいいわ。これなんか出会い頭いきなりあった場合とか部屋内は強そうやな。うん、だってこれあんまりいけないでしょ。わっ、俺も当てれてないんじゃ意味ないもんな。なんかキャラコンに慣れてないだけじゃないの。マスティフの練習していくから。うん、いますよ。はい。
丈夫よ。あ、これじゃない。いやね。同じ結末にはしない。来ますよ。はい。だからじゃないこれ。レース多いわけだし、ね。フリップチやろな、もやるなら今とか。こういうもう遮蔽物ない場所での打ち合い超難しいな。今度は僕がみんなを助ける。ある場所だったらさ、すげえやりやすいけど、出てきたところ。だからやっぱ出てくるようなイメージで置くんだろうな。もしか。じゃ行きます。はい。今度は失敗しない。音ゲーのあのイメージで言ってたわ。流れてくるのを押すイメージ。ああ。フリックゲームはやはり。いきます。はい。ほら、ああ。当てやすいかもこのフリックゲーム。救助お願い。おとなしくしろ。助ける。お願いシンデレラを打ち込んでたのが役に立つ。もしかしたらアイドルマスターやっててよかった。ちょっと待って。はい、これ左から右に行く方が出やすいのかな。私は諦めが悪いのよ。今右から左の方が当てやすいのに。うん。このフリックは左から右の方が当てやすい。いきます。うん。なので78や。やば、急に。リロードしたはずなのにマスティックのリロード止まってどこ行ったと思って。わけわかんない、ね、ジブラルタル様の復活だ。おい、さて派手に行きましょう。じゃあ行きます。はい。これドーム入れてね。あー出れなかったな。でも当ててやりたかったのに。やっぱジャンプ入れてる人多いけど入れた方がいいかね。ジャンプ？次は失敗しない。あ、飛ぶな、飛ぶ。
ち狩りできやすくてあんまりやりたくないな。あ、ごめん。待たせたな。さあ、続けようぜ。いますね。はい。同じ結末にはしない。いますね。はい。レイスのあれが強いんかもしれんな、これレイスのマット的な。うん、ジブラルタルは当てやすいし、ジブラルタルはやっぱあのガンシールドを出すかどうかやろうな。うん、あれが硬いかな。待たせたわね。っていうのはあんまが死なないんだもんなって。いますね。はい、失敗しない。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。どんな風に映ってんのか、そういえば見たかったんやった。